おでんでんけどあおでんねいやいややけどはしなかったけどもうめちゃくちゃ熱かったわあれさおでんさなんかスーパーでさあ今日の今日の動画ね今日おでんの動画出したんだけどいやほんとに食ってたんすか食ってたよめちゃくちゃ食ってたよもうネザーみたいなおでん食ってたよほんとにネザーああネザーみたいなおでん食ってたいい例えいやいい勝負だったねでもねというわけで また次の動画でお会いしましょう。これにちありがとう。バイバイ、ありがとう。バイバイ。バイバイ。おばさん残りの具材食べてください、ちゃんと。あのー、スーパーでさ、そのおでんの具材だけ、具材とまあまあ、なんか出汁も入ってるみたいなやつでさ。買ってきてさ。あのー、やったんだけどさ、鍋入れて、まあ温めるだ、もう、もう、まあ、要するに温めるだけでいいやつよ。なんだけどさ。 よかった、餅巾着入ってなくて <laughs>。いや、俺ね、餅巾着めっちゃ好きなのよ。コンビニとかのさ、おでんのさ、餅巾着さ、めっちゃ好きだ。あ、スーパー行った。コンビニなくてさ、コンビニなくてスーパー行ったわ、近所の。うーん。いやー、そうそうそう、入ってなくて助かった。何が入ってるとかもさ、なんかわかんない。よく用名は書いてあったかもしれないけど。書いてなくて。 まあまあ基本的なもんは入ってんだろうと思ってさ。うん。そうそう、おかげで優勝5んだ。いや、俺もあの後さ、あれ、まあ実は撮ったの、夕方、夕方、ちょいもう夕方で超遅めかなみんなの撮影終わって撮ったんだけど。まあ俺もあの日残りのおでん食ってたわ。ご飯。美味しかったな。ソーセージ巻きのね、あのね、中のソーセージも当たり前だけど、 さなんか肉汁なんかなんかみたいに出てきて、あれがめっちゃ熱かったわ。本当に。死ぬかと思った。よし。じゃあちょっと、適当に掘りますか。